海上自衛隊、護衛艦、伊勢屋朝日型汎用、護衛艦、朝日が、イギリスのクイーン・エリザベスらの空母打撃群と、複数回の合同軍事演習を実施しました。今回は、この軍事演習を詳しく見ていきます。アメリカの強襲揚陸艦も参加して、すごい空母打撃群に変化しています。意外な注目はオランダフリゲート艦ですよ。2021年8月20日以降、沖縄の南方海上にて、イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスを中核とする空母打撃群と、アメリカ海軍の強襲揚陸艦、アメリカを中核とする遠征打撃群が、合同での軍事演習を行った。これは、アメリカ軍が主催している多国籍艦合同軍事演習である、LSGE-21、ラージスケールグローバルエクササイズ2021の一環であり、この8月に世界規模の演習が複数箇所で行われている中の一部である。特に、これら航空母艦、クイーン・エリザベスの空母打撃群と、強襲揚陸艦、アメリカの遠征打撃群が参加した合同軍事演習は、ノーブルユニオンと呼称されており、8月24日からは、海上自衛隊も、これに加わった。海上自衛隊から参加した艦艇は、ヒューガ、型ヘリコプター搭載型護衛艦の2番艦、伊勢と、朝日型汎用護衛艦の1番艦、朝日の2隻であり、両艦とも、長崎の佐世保を母港とする第2護衛隊に所属する艦艇である。今回の合同軍事演習、ノーブルユニオンにおいては、護衛艦の伊勢と、朝日とも、陸上自衛隊が運用するヘリコプターを搭載しており、クイーン・エリザベスやアメリカと航空機の相互運用を試した模様だ。航空母艦、クイーン・エリザベスの空母打撃群には、イギリス海軍以外にも、オランダ海軍のフリゲート艦が帯同しており、これにより、今回の合同軍事演習、ノーブルユニオンには、イギリス、オランダ、アメリカ、日本が集った。ヒューガ、型ヘリコプター搭載型護衛艦の2番艦、伊勢は、基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長197メートル、全幅 33.0 メートルの艦隊に、全通の飛行甲板を備え、最大で11機の各種ヘリコプターを搭載できる。ヘリコプター搭載型護衛艦の伊勢は、現在、航空母艦改修を随時進行中である護衛艦、出雲、加賀の前級にしてベースにあたり、2011年に就役、同時に3機の各種ヘリの離発着運用が可能となっている。朝日型汎用護衛艦、朝日は、基準排水量5100トン、満載排水量6800トン、全長151メートル、全幅 18.3 メートルの艦隊で、最高速度30ノット以上を誇り、2018年に就役、2番艦、白縫いも翌年に就役している。朝日型は、海上自衛隊における汎用護衛艦としては、最新鋭の艦艇であり、艦尾に設置された格納庫は、スペース上では、2機の艦載ヘリが搭載可能な広さが確保されているものの、通常時には、SA-160 化粧海ヘリを1機搭載し運用されている。これは、朝日型では、格納庫から、離発着用の甲板までのヘリの搬出に際し、搬出用のレール等の設備が1機しか設置されていないためとみられ、仮に2機を搭載した場合には、どちらか、一方を人力で搬出する必要が生じるためだと考えられる。ヘリコプター搭載型護衛艦の伊勢には、陸上自衛隊の
水陸機動団や第1ヘリコプター団が乗艦しており、それらの部隊に所属する輸送用の CH-47GAH ヌークヘリや、攻撃用の AH-64 で、イアパッチヘリが搭載されていた。合同軍事演習、ノーブルユニオンでは、航空母艦、クイーン・エリザベスの艦載機である、ヘリや、強襲揚陸艦、アメリカの艦載機である、輸送機の MV-22、オスプレイが、伊勢に離発着するなどの相互運用を試したという。無論航空母艦である、クイーン・エリザベスや、強襲揚陸艦の、アメリカは、第5世代である、F-35 ライトニング 2B 型を、主力戦闘機として艦載しており、こちらも、敵戦闘機との交戦を機とした演習を、航空作戦の一環として行っている。クイーン・エリザベスの空母打撃群は、イギリスの45型デアリング級駆逐艦5番艦、ディフェンダーや23型デューク級フリゲートの14番艦、ケント、オランダのエバーツェンのデゼーベンプロビンシェン級フリゲートの4番艦、エバーツンで構成されていた。また、強襲揚陸艦のアメリカの遠征打撃群は、サンアントニオ級ドック型輸送揚陸艦の2番艦、ニューオリンズや、アーレイバーク級駆逐艦の18番艦、ザ・サリバンズ等で構成されており、これらが、クロスデッキ運用等を行っている。こうした中で、日本で、比較的に耳にする機会が少ないのが、やはり、オランダ海軍のエバーツェンのデゼーベンプロビンシェン級フリゲートのエバーツェンであり、クイーン・エリザベスの空母打撃群の中でも、稀有な存在だと言える。というもの、このオランダのフリゲート艦、エバーツェンが、クイーン・エリザベスの空母打撃群に参加していることそのものが、政治的に、同空母打撃群をして、イギリス以外のヨーロッパの国の協力を示しているからだ。これは、クイーン・エリザベスの空母打撃群の2021年5月の出航時から指摘されていたポイントでもあり、イギリスだけでない NATO 加盟国、この場合、オランダだが、もこの艦隊の極東派遣を支持していることを表すものとなっている。さて、フリゲート艦、エバーツェンは、基準排水量4400トン、満載排水量6200トン、全長 144.24m、全幅 18.82m と、前述の海上自衛隊の汎用護衛艦の朝日とほど近い所限であることが伺える。エバーツェンは、オランダ海軍が保有する最新鋭のデゼーベンプロビンシェン級フリゲート艦の中でも、最も新しい4番艦にあたり、2005年7月に就役していることからも、今回の随伴に、オランダが注力していることは明白だ。そもそも、オランダ海軍は、エバーツェンのデゼーベンプロビンシェン級外には、その前級であるカレル・ドールマン級を2隻保有しているのみで、合計でも、6隻しか、水上戦闘艦を配備していない、小規模な組織である。太平洋戦争時には、日本が進出したインドネシアなどに、海外の植民地を有していたオランダだが、戦後それらを喪失し、他の西側ヨーロッパ諸国と同様に、旧ソ連、現ロシアの潜水艦隊を、最大の仮想敵として、フリゲート艦を運用している。ちなみに、この、エバーチェンを含むクイーン・エリザベスの空母打撃群は8月25日から26日には沖縄近海において引き続き伊勢や朝日と日本、イギリス、アメリカ、オランダ4カ国でのパシフィッククラウン211演習を行った。さらにクイーン・エリザベスの空母打撃群は翌 27.28 の両日には沖縄の東から東シナ海にかけての海域で、海上自衛隊の伊勢や、気づき型護衛艦の2番艦、テルズ機とのパシフィッククラウン21に、演習にも参加している。空母打撃群の中核である、クイーン・エリザベス自体の韓国への寄港は、取りやめとなったが、表向きの理由は、新型コロナウイルスのデルタ株対策というだけに、同艦や、エバーツェンらの日本への寄港の可否にも、注目が集まりそうだ。